樋口達也は、日本のテノール歌手である。福島県日本松市出身。福島県日本松市出身。日本松市立油性小学校。日本松市立足立中学校。福島県立福島東高等学校卒業。武蔵野音楽大学及び、同大学大学院修了後イタリアのミラノに留学。リクルートスカラシップ獲得。 イーカルーソー国際声楽コンクール最優秀賞、等を受賞。98年ハンガリー国立歌劇場、ラボエーム、ロドルフォ役でヨーロッパでのデビューとなり、続いてロベレート私立歌劇場にも同役で出演。翌年、リッカルド・モーティ式でミラノスカラザへ出演する。その後メトロポリタン歌劇場還元楽団、モンテカルロフィルハーモニー還元楽団、 キューバ国立公共楽団、オマーン王立管弦楽団等と共演。その他、ボルドーカ劇場、パリマドレーヌ寺院、ロンバルディア音楽祭、テルアビブデモコンサートに出演。2010年には、ミラノ大聖堂、サンピエトロ寺院において、レクイエム公演。2014年には、イタリアとサンマ割の共和国において、ジョイントリサイタルを開催。日本国内においても新国立劇場。 日記会を中心に活動の場を広げる。新国立劇場では、トスカ、長長夫人、ファルスタッフ、カバレリアルスティカーナ、ラボエーム、ナブッコ等を演じた。日記会公演では、ダフネのデビュー以来、仮面舞踏会、エフゲニーオネーギン、椿姫、長長夫人、ファウストの豪罰、タイトルロール、コウモリ、ホフマン物語と立て続きに主演し、指揮者、 ミシェル・プラッソンとも共演。日本オペラの分野でも、ユーズル、黒船、修繕寺物語、中心蔵、外伝等に出演。2016年3月には、ビワコホール、神奈川県民ホール公演、サマヨエル、オランダジーに、エリック役で出演する。2017年2月の日機会、トスカ、6月、ラボエーム、11月、ルサルカ、2018年3月、 ノルマでは主役を演じた。コンサートでは、ベートーベン、第9、題名のない音楽会、NHKFM 名曲リサイタル、NHK ニューイヤーオペラコンサート等にも出演。2014年ピアニスト、ヴィンチェンツォ・スカレーラとの共演となった。キャッチコピー、イタリアの太陽は、音楽ライターの室田久子が生みの親である。男性ユニット、ザ・ジェイドとしても活動。 日機会会員。武蔵野音楽大学、東京芸術大学各講師。2018年4月より出身地である日本松市の観光大使に就任。日口は1969年7月23日に福島県足立町で生まれた。血液型は A 型。王子の愛称でファンや周りの人から親しまれている。東京に機会所属。 県立福島東高等学校を卒業して、武蔵野音楽大学に入るまでを豊かな自然に恵まれた日本松市で過ごす。中学校ではバスケットボール部に所属し、3年目にはキャプテンになる。その一方で小学校低学年の時にテレビで見たスター誕生の影響から田原敏彦、近藤正彦といったジャニーズ事務所の花形スターたちに大きな憧れを、 抱いたり、自分から親にお願いして、エレクトーンを学んだりするなど音楽への関心も、幼少時から確実に芽生えていた。さらに、高校2年生終わりから本格的に声楽を習い始め、東京で音楽の勉強をしたいという強い希望があったが、両親の反対にあい、大学卒業後は、音楽教師として、福島に戻るという約束で両親を説得し、 武蔵野音楽大学に入学した。また、大学時代の恩師がイタリアオペラの専門だったため、その影響でイタリアオペラが好きになり、オペラが生まれたのがイタリアであったことから、その発祥の地を知りたいと考え、オペラの伝道、ミラノスカラザがあるミラノへの留学を決意する。大学院終了後は、1年9ヶ月の間、輸入学府の専門店、工事現場の旗振り、 オペラの合唱やママさんコーラスの指導、専門学校講師などのアルバイトなどをして、イタリア留学の資金を貯めて、イタリア留学を目指した。留学当初は、文化庁派遣などの奨学金での留学ではなかったために、徐々に生活費にも困り、観光客をホテルや空港に送迎する仕事で生活費を捻出していたが、ある日、スカラザの合唱団員のオーディションの誘いがあり、 仕事を断ってオーディションを受け合格。その後、スカラ座の舞台に立っていたが、ソリストとして舞台で歌いたいという気持ちが強くなり、各地でソリストとして活動し、日本に帰国。ブダペスト国際オペラコンクールに入賞し、ハンガリー国立歌劇場にて、ラ・ボエームのロドルフォ役でヨーロッパでデビュー。以後、新国立劇場や日成劇場に機械などで主要な、 役を演じ続ける。ありがとうございます。